富士屋ホテル戦国ゴルフコースは神奈川県足柄下郡箱根町に広がるゴルフ場である。1878年、箱根の戦国元の高原に山口千之助によって富士屋ホテルが創業された。千之助は神奈川県の官方医の大波家に生まれ、10歳の時に横浜の山口家に養子に入った。1871年、20歳でアメリカに渡り、 三年間苦労して、賃金を蓄え、七頭の種牛を買い共に帰国した。しかし、畜産業は、時期尚早と判断、慶応義塾に入った。卒業後、外国人専用の旅館経営に乗り出し、箱根宮の下の老舗、藤屋旅館を買収した。千之助には一男三女がいたが、 少女の婿に迎えたのが日光の金谷ホテルを創業した金谷善一郎の次男だった金谷正造だった。1907年、金谷正造は入り婿で山口家に入り洋父に負けない新機軸を打ち出した。山口千之助の入り婿の山口正造は海外経験から一流ホテルはゴルフ場が必要と考えていた。正造が ゴルフ場の建設を決意したのは1915年、神奈川県知事、石原健三に、戦国元の候補地を視察してもらい、賛同を得た。ゴルフ場建設資金調達のため、箱根ゴルフ及び重量クラブを設立し会員を募集した。神奈川県知事、有吉忠和に補助金要請の請願書を提出した。東京、横浜、神戸、雲仙には、ゴルフ場がある。 箱根は外人が多い横浜に近い、東京からも近い絶好の場所であると考えた。地元民も賛成した戦国原村会は、尊有地の提供を決議し、15年間無料で土地を提供する契約を行った。県も請願を入れて、名称地改善補助の名目で交付した。1917年4月4日、旧ホールのゴルフ場の建設に着手した。 コース設計は東京ゴルフクラブ駒沢コースを設計した T コルチェスター志向は鈴木心造をはじめとする数千人の村民が勤労奉仕した。同年12月戦国ゴルフコース9ホールが完成し翌年の1918年クラブハウスが完成した。当時日本のゴルフ場は外国人がプレーした神戸ゴルフクラブ ネガ、ネギシコース会場が最初で、県営の雲仙ゴルフ場会場がパブリークコースででき、東京ゴルフクラブ、駒沢コース会場が日本人の最初のクラブででき、戦国ゴルフコースはその後の1917年に開場した。しかし、ゴルフ場は開業したが、当時はゴルフ場でプレーするのは危険紳士だけで、来場者はなく、維持運営費はかかり、 ついに経営困難に陥った。1920年7月21日、箱根ゴルフ及び重量クラブを解散し、重量については、法制上の規制が厳しく実現しなかった。戦国ゴルフコースは、開業3年にして、富士屋ホテルが運営することとなり、ホテル宿泊客の娯楽となり、パブリックコースとなった。1923年、関東大震災が箱根にも、 被害を与えた、戦国ゴルフコースの建物の被害は軽微だったが、コースは崩壊箇所が発生し、交通路の復旧に数年かかった。1927年、9ホールすべてが復旧し、また、周囲のアドバイスもありコースの改造に取り掛かり、設計を赤星志郎に依頼した。1930年4月、コース改造工事が終了し、祝賀トーナメントが開催された。 1935年、三所会の応援を得て、新たな孫有地を借り、設計を赤星志郎に依頼して旧ホールを増設し、18ホール規模のコースが開場した。1936年、花御殿が竣工し、1887年に建てられた日本館二棟を改築し、ホレストロッチとしたが、その後、1937年、 戦国ゴルフコースに移しホテルに改築し、同年7月、名称を戦国ゲンゴルフクラブと改称した。1937年7月7日、シナ事変が勃発、観光客や外国人客が激減した。1941年12月、太平洋戦争に突入、ゴルフ場を閉鎖して開墾しのうちにして、食料増産の議論が出た村長。 石村木桜の説得で否決された。1944年、クラブハウスをドイツ協会に対応した。1945年3月、開墾の要請が当局から告げられ、借地の13番と14番のコースを村に変換した。また、コースをグライダーの練習用に提供することもあった。同年3月、ホテルは政府の要請で東京、 横浜在住の外国人を疎開させることになり、同年5月からホテル内に外務省箱根事務所が置かれた。イタリア、ドイツ、タイ、ビルマ、フィリピン、中国などの大使館員や軍人が多かった。そして、1945年8月15日、終戦を迎えたが、同年10月20日、全施設が連合国軍将兵とその家族のための レストホテルとして使われることになった。1950年6月25日、朝鮮戦争によって朝鮮から引き上げてくるアメリカ人を収容するためホテルが使われた。同年7月、開墾されていた13番と14番の2コースが戻り、18ホールの復旧を行った。1952年2月、クラブハウスのアメリカ軍の6年5ヶ月間の接収が解除され、 パブリックコースとして経営が再開された。また、ゴルフ場名が、富士屋、ホテル戦国別館戦国ゴルフコースと解消された。1956年、戦国原村からの借地であるコースの大部分が、箱根前山後家町村合併となったため、富士屋ホテルの買収が決まった。1966年、富士屋ホテルグループは、経営権を国際工業グループに売却し、 戦国ゴルフコースもその廃下となった。山口一族の経営は終了し、長野一族の企業となった。1979年、新クラブハウスが完成し、名称も富士屋ホテル戦国ゴルフコースと解消した。そして、2017年7月28日、100周年を迎えた。郵便番号250-0631神奈川県。 足柄下郡箱根町戦国厳百237番地、ありがとうございます。